FRP ろ過装がね、10台ほど製造元から到着しました。まあ2メートルもののろ過装とね、1メートルもののろ過装、全部ねお客さんから注文いただいてね、2ヶ月程度ね待ってていただいているろ過装になりますね。これ全部ねお客さんのところにね、発送とあと設置しに行かなきゃいけないので、中身の炉材を組み込んでね設置しに行かなきゃいけないのでね、お盆明けからね、忙しい日々が続きますね。はい、出荷してやってますね。梱包作業ですね。で、中身の炉材をね、こうやって、綺麗にね、まあ新品の炉材ですよね。気持ちよくね、交互に詰めております。はい、で、当店のね、FRP ろ過装は特注でしてね、100ミリの大きなパイプが池に戻るタイプになります。ここもね、普通の、一般のろ過装よりね、通常50ミリの配管のパイプを65ミリとね大きくしてますので、まあ、ヘドロをね一気に流れますし、ろ過装を洗う時に水がちんたらちんたらね流れないので、一気にドーッとねヘドロごと流れていきますので、すごい洗うのがね楽で、実際洗うだけだったら2分程度で水がなくなっちゃうので、ろ過装掃除がね5分ぐらいで終わっちゃうシステムになりますね。で、まああちらにまた展示品をね設置しておりますので、ね、庭池に展示品設置してますので、 あそこもね洗い方はねこれからお見せしたいと思いますのでね、中はねこんな感じの、そこにね10センチぐらいのヘドロがたまる層があるので、これが重要になってきますね。ろ過装としてこれがないとね、ろ過装の意味を果たさないのでね、自作で作ってる方とかね、そこまでびっちり入れててヘドロがたまるスペースがなかったりとかねしますのでね。はい、池のね、池の底とか中間の水をポンプで吸い上げて、ここをね、ホースもねフレキシブルにして、ここでまあ100のパイプから、池ソケットを使って、65ミリにね落としてあげて繋いであげますね。まあのり付けしてもらって外れないようにしっかりねしてもらっていいんですけども、まあここにね杭を打ち付けてね。まあ、パンクしない、水がね弾け、水圧かかるのでパンクしないようにねしっかり、押さえておりますね。で、はい、中身はね、ネットロ材ね、切り刻んだネットロ材を入れてたりとかね、下の方にカキ殻ネットを入れたりとかできますね。ここが池の方にね戻っていく、水になります。池の方に戻っていくね、上水の綺麗な水がね池の方に戻っていきます。で、ネットロ材なんでね、洗う時はこのここに刺しているパイプはねフレキシブルにすることによって、ここに刺してあげることによって、ただね池の方に、戻るだけの、ポンプの電源を切らなくてもね、池の水が戻ってって、ここがね隔離されるので、このネットをね揺らしてあげます。ネットを揺らしてあげます。うわ、臭いですね、ヘドロ臭い。そしたらあとは排水のバルブをひねって下水に流すだけですね。ここがね下水になってまして、汚い水が一気に流れていきます。2分ぐらいあればね空になっちゃうと思うので、これだけでねろ過装の掃除が終了します。はい、終わり。まあ画像のように販売しているね、綺麗に交互にね立ててね入れてもらってもいいですし、こういうのね中古のねビニロックを刻んだものをネットに入れて、ただ入れるだけでも十分ろ過がね効いてね、そこの方にヘドロが沈殿しますので、とってもね洗いやすいねろ過装になりますね。
で、このね、ここにね、刺すだけなんで、これを使って最後こうやって、上の汚れを、多少こびりついた汚れをね、軽くさらっと洗い流します。綺麗にね、洗う必要ないので、さらっとでいいですね。バクテリアがね、ネットに付着してたりとかね、するので、バクテリアのね、住処となりますので、綺麗にね、ねっちり洗ったりとかね、塩素消毒とかね、しなくてもいいですね。こういうのね、病気とか穴開きとかね、一回リセットしたいっていう場合でしたら、塩素消毒とかはするんですけども、また、コインがね、同じコインが池の中に入ってるって場合でしたら、炎症消毒とかしてもね、全く関係ないのでね、病原菌とかはね、鯉本体がね、同じであれば、塩素消毒とかしてもね、全く意味がないのでね、新しい鯉とかね、搭載魚を入れるとかね、無菌の鯉を飼育するっていう場合でしたら、塩素消毒とかしてね、飼ったりとかしますけども、同じ鯉のね、いる環境で、ただろ過装を洗う程度でしたら、塩素消毒とかはね、する必要はないですね。で、はい、こうやって水がね、一気に。なりました。で、そこに沈殿してるヘドロをね、こうやって洗って水を上からかけることによってヘドロが最後のね、ヘドロの方が下水の方にね、流れていきますので、はい、綺麗ですね、綺麗です。はい、これで終了ですね。で、ここにまた戻してバルブを閉じてやればろ過装の掃除が終わりです。まあ、この露材の場合5分もね、かからなかったですね。蓋を戻して終わり。これなんかね、蓋がね、風で飛ばないようにね、ちょっと考えないといけないですね。何もしてなかったからね、テープで貼ってたんですけど、ちょっと日光でね、されちゃってね、剥がしづらくなっちゃいましたね。なんかシンナーとかそういうのでさらっと取れると思うんですけど、はい。で、このね、パイプにすることによってね、これで洗えますし、ポンプのね、電源を切りにね、遠くのブレーカーまで走りにね、行く必要ないので、とってもね、便利なんですよね。で、まあ、ホース自体もね、ホームセンターとかにも売ってますし、38ミリのね、フレキシブルホース、サクションホースっていうのかな、サクションホースとかで売ってますし、まあ、切り売りとかでね、買ってもらえれば、とっても安いので、2、3年してね、硬くなったら新しいものにね、交換してもらえればいいと思います。まあ、近場にポンプ置いてもらうんでしたら 1.5 メーターぐらいでね、十分ですので、1500円ぐらいだと思うので、1.5 メーターぐらいでね、まあ、定期的に、まあ、新しいものに交換してもらって、硬さが出たりね、まあ、穴が開いてね、水が漏れるようになったりとかしたら、新しいものに交換してください。これをすることによってね、すごい洗いやすいですし、まあ、高級のね、自動のろ過装とかもね、当店で販売してますけども、素材とかも一生もので、まあ一回買ってもらえればね、素材にコストがね、かからないので、まあ一生ものでね、ろ材とかもね、新しいものに交換する必要ないので、一生ものとして使えますので、すごいね、ランニングコストが安いですよね。最初だけはね、本体価格とろ材代とかはね、新品で買ってもらえればね、まあそれなりのね、金額になるんですけども、最初だけね、導入費入れてもらえれば、あとあとね、露材の交換だとかってね、シンプルな構造がゆえに、まあ、一生使えるっていうことでね、多分最終的には安いランニングコストでね、導入できるろ過装かと思います。ポンプも、まあ、錆びてきてね、使えなくなるので、そういう場合ね、サクッと交換できますし、お客さんの方でね、簡単に交換はできると思いますので、ポンプ交換なりね、まあ、ろ過装もね、FRP なのでね、何十年も使っているろ過装もね、30年くらい使っているろ過装もありますし、まあ、朽ちてきてね、たまに割れたりとかもあるので、そういう場合ね、リメイクもね、FRP の場合は簡単にできますので、まあ一生使えるろ過装かと思います。もう少しろ材の方をね、追加してあげればいいんですけども、さらっとしか入れてないですね。はい、いかがでしょうか。